その去年初めてシャリ村に来ていただいて、今年2回目なんですけれども、会場をご覧いただいたり空気感とかいかがでしょうか。いやだけど本当にあの去年知ったんで、このシャリ村っていうのを15年も続いてるっていうの知らなくて、本当申し訳ないなって。来てみたらなんかあの小さな村のお祭りなんだろうなと思ったら、とんでもない数の人と車が並んでてびっくりしました、うん、でまあ今年ね、その去年のトークショーで話が出て、で実際に走行していただいたんですけれども、もう本当にありがとうございました。ええー、とんでもない、もう本当にありがとうございます。でも最初の2台なんかもう乗ったこともない車だから大丈夫かなと思ってね。あ、もう完全初見だったんですね。初めて座りました、2台とも。なるほど。それであのドライビングテクニックということで、いやもう本当に素晴らしいのを見せていただいたなって感じだったんですけれども、まあ、バレないようにしましたね。なるほど。ボロが出ないように。でも皆さんもう最高でしたよね、本当にね。ありがとうございます。良かったと思います。まあ今回ですね、まあ、こういった形でちょっと見せていただいたわけなんですけれども、先ほどその野村さん、野村健さんがおっしゃってた、その今のドリフトとその土屋さんの時のドリフトの違いっていうのは、その結構詳しく聞きたいなっていう部分だったんですけれども、まあ、今のドリフトっていうのはもう D1 グランプリ始まって、はい、そうだな 5,6 年してぐらいからスピンしないようにっていう、みんながこうナックルを変え始めたんですよ。ああ、要するにタイヤの角度がもっと切れるような。そうですね、だからもう、はいはい、だからナックルを変えると血進入できるような、だからスピンしないんですよ。はいはいはい。だからそういうのがやっぱり今時のドリフトですよね。ナックルはもう本当になんかこう45度ぐらい切れるようなナックルで、はい、で僕はあんまりそういうの嫌いなんで、自分でその角度を調整するっていうのが好きなんで、はい、だから速いドリフトってなるとやっぱりこう角度を浅くして速いドリフトがやっぱ昔僕がやってたやつですよね。なるほど。で今時のはもう角度つけて、はい、まあ、スピードは多少遅いけれども迫力は出せるっていうね、煙は出るっていう感じですよね。まあ、我々素人目線から見てももう本当にその次行きたい方向にきちんとスライドが最低限でマシンが向いていくっていうのは、もう我々も見せてもこれはもう芸術だという感じだったんですけれども、かなりやっぱりそのこういうスキルをその習得にあたって、もちろんね長い間いろいろな努力をされてきてると思うんですけれども、結構ねその若い方もいてドリフトをやってらっしゃるって方もいらっしゃると思うんですけども、何かこうこういう風に練習したらいいよとか、こういう風にやると良くなるよとかってアドバイスとかってあったりしますか。一番はやっぱりドリシャから始めないことでしょうね。みんなこう手短にドリフトしたいからってドリシャを作っちゃうんだけど、はい、あれに慣れちゃうと普通の車だとスピンして危ないよね、うん、あなるほど。だからやっぱりある程度上手くなるまではやっぱりノーマルの車がいいんじゃないかな、はい、やっぱナックル入れちゃうとそれに慣れちゃうんでね、普通の車に乗れなくなっちゃう、はい、だからやっぱりそういう意味では普通のチューニングカーでドリフトで遊んでる方が上手くなると思う、はい、あなるほど。結局あれですもんね、そのスキルをまたそのサーキットとかでも他のドライビングに生かすことができると。まあ、ちょっと違いますよね。その見せるドリフトと我々がレースでやってるドリフトっていうのはもう本当ゼロカウンターぐらいで、曲がりたい方向、まあ例えば右コーナーに入るんだったら右にちょっと打角を入れてオーバースピードで入ってゼロカウンターぐらいで抜けるっていうのがレースで使ってるゼロカウンターですよね、はい、でまたドリフトのイベントでやってるのはもう角度をバーンとつけて、はい、タイヤスモークバーンと上げて、うん、すげえなっていう、そういう見せ方がありますよね。なるほど、そういう差があるよということで、はい、で今日ですねこの、まあ、決して広いとは言えないスペースだったんですけれども、お客様ギリギリで走っていただいたんですけれども、はい、いかがでしたか、お客様の近さというか。まあずっとこう中国で毎月こんなことやってるんで、あ中国は、はい、もうちょっと向こうに行ってって言っても、向こうに行くんだけど走り始めるとどんどん前に来るから、はい、それ使用スペースが狭くなってっちゃう、ね、そうそう、どんどん会場が狭くなってって、はい、やばいなこれ WRC みたいになってきたなみたいな、ね、そうですね。でこういうのはもう普通に慣れてますからね、はい、あんまり気にはなんないです。お客様もねそのスレスレで止めていただいた時にはもう何回も歓声が上がるぐらいすごく喜んでらっしゃったんで、はい、すごく嬉しかったんじゃないかなと思いますけれども、いや本当にですねもうそういった意味でももう本当にですねその年齢幅広く素晴らしいドライビングを見せていただいたなと思うんですけれども、あ、まあ、土屋さん時代ですね本当にもうドリフトだけではなくさまざまなレースでご活躍をされていて、まあ、GT 選手権とかルマン24体とかナスカーの日本人最上位とかもういろんな歴史的な話があるんですけれども、実際そのさまざまなレース活動現役の時代に、はい、その何が一番こう思い出に残ってるレースのなのかなっていうのは、いや
思い出に残ってるのはグループ A の久美さんと仙台の菅生で3位になったのですよね。はいはいはい、オートポリスの優勝よりもやっぱり仙台菅生の3位の方が強烈な印象深いですね。うん、まさにあのグループ A のレースですごくその日本中が土屋圭一っていうドライバーをバンと意識した多分レースだったんじゃないかなと思いますけれども、いろいろやっぱりねその時代を知ってる人なんかは思い入れの強いレースなんじゃないかなと思います。やっぱあれが土屋さんの中ですごく、そうですね、うん、あれが一番強烈ですね、レースの中で。うん、もう今の GT ってやっぱりこうディストリクターって言ってね、はい、DOP で急にこう締められちゃうんですよ、はい、で燃料制限もされたり、うん、早いとやられるっていう、うん、だから本当に何が早いのか分かんない、あだけどまあ仕事だからしてるって感じですかね。はい土屋さんの時代はやっぱりその制御なくないですね、そのメカが作ってきたマシンが速かったりとか、まあ、あとそれをドライバーが速くしたりとかっていう、やっぱいろいろそういうのがあったっていう感じですか。もうだからトヨタ、日産、ホンダ、まあフォードもそうだしポルシェもそうだし、はい、フェラーリも全てやっぱりフルチューンで出てきましたからね、グループ A は。うん、だからやっぱりあのグループ A 時代の 32GTR っていうのは670馬力、はい、670、はい、星野さんのもうちょっとありましたね。うーん、言わないですけど、ね、絶対あの人言わないでしょ、人前で。そうですね、俺はあの人のブースト知ってたんだよね。ああ、それぐらいやっぱりそのメーカー同士ももっとその性能の競い合いというか、チーム自体も性能の競い合いみたいのがありますよ。やっぱ星野さんのところは壊れる壊れないのところのブースト、はい、で国さんは壊れるの嫌だから落とすっていう。ああ、なるほど、はい、結構そこに大きな差はあったんですね。出ますね、ストレートで3キロぐらい違いましたからね、富士で、はい、うーん、やっぱり星野さんのが306キロぐらいで、はい、ストレートエンドで、我々の国さんのが302、3キロでしたね、はい、でもすごいですね、その今お話し出た星野さんも、そのもちろん監督とかチームオーナーという立場ではありますけれども、まだまだね、そのレースの世界でもご活躍されてて、やっぱり同世代の方がまだこうやって活躍されてるっていうのは、やっぱその土屋さんの世代を走っていた、土屋さんと同じところを走っていたドライバーさんって、やっぱりもう一人一人があまりに伝説級だなって思うんですけれども、今のレースよりそのすごく激しさがあったというか。そうですね、うん、今のはやっぱりお利口さんなレースですよね。あ、なんかちょっとこうちょっと入り口でコーナーの入り口で当てたらペナルティとかね、はい、そんなのやっぱりグループ A 時代とか JTCC 時代は当たり前だったんですよ、はい、うん、あ、もうみんなが急いでるんだから当たって当たり前ってみんなが急いでるそうですね、だからこう相手を飛ばしちゃったらペナルティなんだけど、はい、だけどコツンコツンってぶつけるのは当たり前でしたよ。あ、じゃあ別にそれもドライバーとかチーム自体もそんなに別に大きく取り上げないというか。全然取り上げないですよね。あ、ドカーンってやられると、はい、次やってやろうかって本当に本当に、うん、まあ、あのドカーンと来た時だけね、はい、ドカーンと来て弾き飛ばされたら、うん、あ、じゃあ次やってやるよ。うん、これもね、今のレースと強烈に違うんですね。今のレースはこうピットで話し合いみたいなのがね、あの大体行われたりするんですけれども、そういうのはあまりなかったって感じですか。全然ないですよね。全然ないですか。星野さんだって、俺やられたピットに行って殴りに行くもんね、蹴り入れてでそういうところテレビ絶対映さないんだよね。ああ、分かってんの、テレビ局も、はい、すごいですね。もう今ね、星野さんとかのトークショーとかも行ったことがある方、怖くて聞けないですよ今の話なんかね。いや、だって仙台放送のディレクターとかカメラマン殴られたからねいや、あの僕の時は、はい、あのテレビ東京の12チャンネルのモーターランド2っていう番組の MC やってたんですよ、はい、レポーターか、はい、で仙台で星野さんがね、予選3番手ぐらいになったの、はい、でテレビ東京のやつらにやめとけ、行くな、うんうん、やばいから、したら仙台放送が行ったのね、はいはい、予選3番手でしたねって言われた途端に殴られたよ、はい、カメラなんかあれ300万ぐらいするんだよ、ね、もちろん高いでしょうね、はい、カメラマン蹴り入れられたからねでカメラ1台も全損でしょあれ、はいはい、でそういうのもマスコミ絶対取り上げないよね。あ、星野さんだから、要するにもう予選3番手じゃなくてトップ狙ってたのに3番手なんだよっていう感じ。だいたい我々はほら前線をあのレース出てるから分かるじゃない、あ、はい、機嫌悪いな、絶対行ったら蹴り入るなだから行かせないの、やめとけ、はい、やめとけ、うんうんうん、やっぱりね、今のそのドライバーさんとかチームって割とそういうメディア対応みたいなものっていうのはそのきっちりしてねみたいな指示があったりするけど、当然当時はないですもんね。全然ないですね。全然ないです、ね、全然ないですよ。今はやっぱりこうメーカーが管理するでしょ、はい、トヨタ、日産、ホンダがドライバーを管理する、はい、だけど
その時代ってグループエンジンで消されないように俺はマスコミを味方につけた。なるべくこう表に出るようなところにいて、そうそうそう、雑誌とかテレビ局をこう仲良しを作ったの、はい、それでなるべくこうそういう消されないように、消されないようにということで、いやでもそういうその時代でそういうふうに現役時代を戦ってらっしゃると、その後監督業とかももちろんやられてるわけじゃないですか、はい、結構そういうところでも時代のギャップとかで、ああ俺の時代はこうだったんだけど今のドライバーはこうじゃダメかとか、いろいろそういう悩むギャップみたいなものもあったんじゃないですか。まあだから相手見てですよね。あ、そのこの子はこうガツンとやった方がいいのかなっていう、はい、教育の仕方を、うんうんうん、でこの子ガツンって言うとなんかもう返事もしなくなるなとかね、はい、だからそれはもう使い分けないと人によって、うん、なるほど、すごくじゃあそういう意味ではその監督業っていうのもかなりやっぱ難しい職業だなと。言葉を選ぶね、あ、怒るときにね、本当に、はい、もう高木真一っているんですよ、うん、あのもう今年トヨタなんか行きやがってあいつがねうちで ARTA で22年走ってたのね、うん、であいつはこうガンガン攻めると怒るともう崖っぷちに立って本領発揮するの。お、追い込まれると伸びるタイプ。そうそうそう、はい、もうね本当なんかもう40後半ぐらいになってきた時にお前いつクビになってもおかしくないんだからねって毎回言い続けるの、はい、そうすると毎回予選6番手以内で帰ってくる。で決勝もおっさんだからもう体力ねえだろうなっていう時に抜いて帰ってくる。あまさに追い込まれると強くなる。そうですね、若い子は追い込んでいくとやっぱりぶつかっちゃうよね。ああ、いうベテランは追い込むとねやっぱり年齢的に上なんで、はい、クビになりたくないしいい結果を残さないと来年使ってもらえないっていうのがあるから、やっぱり慎重に勝負をかけていくし、うん、若い子は追い込んじゃうとやっぱこうテンパってね心拍数上がってぶつかる。やっぱりそれの年齢とかその子のタイプに応じていろいろ教えていくというか伸ばし方っていうのも全然違うってことなんですね。言葉を選ぶ。まあそういった形でですね、その当然若手の育成もやってらっしゃってるということなんですけれども、はい、すごくそういうその長いこのモータースポーツの人生というか生活の中で、その監督業としてこれが一番思い出深かったなっていうことは何でしょうか。思い出深かったなというか、まあこれが一番印象に残ってるなというか、うん、高木真一ですね。22年間一緒にいましたからね。あとのドライバーっていうのはもう大体 2,3 年で消えてっちゃうっていうか、はい、クビになる。あのうちはね鈴木ハングリが2回ぶつけるとクビにするんですよ。お、大体1回ぶつけると、ね、2000万ぐらい飛ぶんだよ本当カナード1枚80万するからね。高いフロントバンパーで計1台買うからね金がいいんだよトヨタはいろいろですね、私もコメントしづらくなってまいりますけれどもまあ本当にですね、あの今日そこをたっぷりやっていただいてお疲れのところでお時間ももうですね差し迫ってきてはいるんですけれども、今のモータースポーツに対して、はい、やっぱりね、そのまあ、今日本人ドライバーが F1 戦っていたりといろいろ日本のねそのレーシングシーンにおいてもいいこともあるんですけれども、何を今後のモータースポーツシーン、日本のモータースポーツシーンに望まれますでしょうか。まあ世の中的には2035年から、はい、地球上の自動車メーカーっていうのはみんなカーボンニュートラル で、うん、電気方向に行くんですよ、はい、ただじゃあ2035年からガソリンエンジンがないかっていうと、うん、今の子供たちは楽しめると思うガソリンエンジンを、はい、ただやっぱりその孫とかになっていくと、うん、ガソリンエンジンって何っていう時代になると思いますよ、はい、だけどそれでもモータースポーツっていうのは消えないと思う、うんうん、電気自動車になってもやっぱり F1 じゃないですけれどもフォーミュラー E っていうのが、そうですね、やっぱりそのモーターと電気でやっぱモータースポーツをこれからのモータースポーツを作ろうとしてるしね、うんうん、だから少なくとも2035年にはやっぱりある程度カテゴリーができてるんじゃないかな電気自動車のレースの、うんうん、まあ、そうするとまだまだ先は楽しみな部分もあるぞと。と思いますけどもね、はい、ただやっぱり音がないのはねラジコンみたいだもんね。そうですね、ヒュン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 言ってるだけです、ね、だけどさ面白いのは、はい、やっぱこう車ってエンジンの音がやっぱり気持ちいいんだよね、うん、その目で追うスピードだとかそれに対してやっぱり音が入ってくるっていうさ視覚聴覚から入るものがやっぱり楽しめるんだと思うんだけどね、うんうん、だからフォーミュラー E なんか客いないじゃない、まあ、そちょっとスタンド席見ると寂しいなって感じはしますけれども、ね、だからスタンド映さないじゃない。そうですね、
だからそのくらいやっぱね、最初の1年だけですよね、盛り上がったのは。だからやっぱり音ってすごく重要だなと思いますよ。まあそうするとね、なんとか内燃機もね、そういうレースシーンだけでもちょっと残ってほしいなって思うところはありますよね。いや、もちろんそうですよ、本当に。ありがとうございます、はい。というわけでですね、最後になりますが、これだけもうたくさんの方がですね、この広島神石高原町車輪村に土屋さんを見お集まりいただきました。最後に一言お客様にお願いします。いや、もう去年からこのイベントに参加させていただいて本当にありがとうございます。去年ね、あんなに雨嵐みたいな、雨が横から降ってくるようなイベントで、皆さんがたくさん来てくれたんで、まあ本当にあのすごいイベントだな、もう15年間知らなかったのバカみたいだなみたいな、やっぱこういうのはいろんなところが取材に来てほしいなと思います。でまたやっぱり日本中もそうだし、今ツイッターとか YouTube とかで世界中に発信できるんで、やっぱこう日本車って旧車ってすごくこう世界が注目してるんで、このやっぱり車輪村っていうのは世界に発信するべきだなと思いました。ありがとうございます、はい。もう最後にですね、この車輪村をここまで上げていただけるすべ